はい、どうも八王子店の寺坂です。ゆのです。今回の企画はこの夏女子にモテる髪型と服装。これはね、多分僕が答えるっていうよりも女子目線で女子が答えてもらった方が多分すぐ導けるんじゃないかなと思うんで、うちのゆなにちょっと質問していこうかな。はい、年中メッキを通して最近人気なのはセンターパートですけど、なんかセンターパート以外に私がめっちゃいいなって思うのはやっぱかき上げ風ですかね。上げるんですけどちょっとなんかスタイリッシュな感じ。あ、そうです、もうそういう感じですね。もう夏と言ったらそれかな、まあね、みたいな。でちょっとスタイリングは若干ウェット感、もうウェット感と、まあ本当にツヤがメインみたいな。なるほどね。夏は前髪ありかなしかやったら なし、絶対なしですね。絶対なし、はい、清潔感溢れた方がいいっていうのと、うん、やっぱ男性の方でも多分前髪あるとめっちゃ汗かくと思うんで、確かにね、ちょっと暑苦しい感じになるよりかはむしろ上げちゃった方が、まあ、楽かなっていう。見た目もそうですし。じゃあやっぱりセンターパートって感じですか、基本的にベースは。まあそうですね、その中で書き上げみたいな。そうですね。ちなみに服装とかは、服装はまあ、色味はあっていいと思うんですけど、なんか服装で言ったらやっぱシンプルだってシンプルじゃなくてすごい言語シンプルいや、でもシンプルがいいかなっていう。ズボンとかでもいいと思うんですけど、もう短パンとかでもいいのかなみたいな。短パンありな、短パンすぎるのも嫌なんですよ。なんかめっちゃ短くねみたいなのが嫌なんですけど、イケイケの人がよく、ああでも嫌です、なんかちょっとキュッ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 の、そういうのは嫌ですけど、こうね寝てたら見えんちゃうかって、そうちょっとフィース絶対フィースそれか、まあ、ちゃんとなんか、ね、長さをキープしてるようなやつと、なんか白い T シャツみたいな。白い T シャツにかき上げなんて言われたらもうどんどん隣歩かせてくださいって感じですね。あ、そう、はい、なるほどね。え、ちなみにじゃあ、はい、注意点みたいな、これだけやめとったらええでっていうやつだけ。まあそうですね、なんかまあ髪型めっちゃいいのに、うん、B さんみたいなのがサンダルみたいな、サンダルにも結構種類よると思うんですけど、もったいないなみたいな。髪型がめっちゃいいのになんか下の方ちょっとラフすぎんみたいなのもちょっとなんか違うなみたいな。クロックス寄りのやつみたいな。クロックス寄りのね、はい、簡単な買い物だったらいいと思うんですけど、出かける時とかそれちょっともったいないなっていう。なるほどね。あとは夏場ってどうしてもクラッチバッグみたいなのって結構持つ男性多いじゃないですか。なんかカバンを持つよりも荷物は少なくした方がかっこいいなっていう。逆に荷物持たん人どうなの。俺は一切カバン持たへんの、はいはい、あ、全然いいと思います。全部ポケット、それがいいと思います。なんか荷物あったら気になっちゃいますね。なんか男の人でカバン持ってるっていう何入っちゃうのかな。そうですね、そんな荷物いるってなっちゃうんで、手ぶらの方がなんかラフでいいなっていうのを思いますね。手に持ってってほしくないですね。カバンの中に何が入ってそうなの。だいたいイメージするのタバコ、なんか財布とかも常に入れるじゃないですか。あ、そうまあ、ちゅうことで夏に女子からモテる、まあ、髪型だけじゃなくてちょっと服装とかね、注意点とかもちょっと聞いちゃいました。まあ僕も基本的にモテたいので、小学校からもう今今年29年29歳までずっとモテたいんで、男たるものみんなモテた、うん、のでね、やっぱりそこ参考してもらえたらなと思いますので、女子戦からお送りしました、はい、このチャンネルがいいねと思ったらグッドボタン、そしてすごいチャンネル登録もよろしくお願いします。バイバーイ。